日本百貨店協会が発表した4月の売上高は総額4722億円と去年の4月に比べ13.7%増加しました株高や賃上げ期待による消費マインドの回復や花見などの外国人観光客が増加したことで全国18の地域全てで増加しました特に東京や名古屋大阪などの大都市圏で高い伸びとなりました 商品別で見ますと飽食た日本百貨店協会が調査した4月の外国人観光客の売上高は61店舗で総額197億5000万円と去年の同じ時期に比べ2.2倍に増え2009年に統計を取り始めて以来過去最高となりました。